バレー部員が戦闘服着用したら意外としっくりくる説。さあ今日はこちら春高バレー準優勝の経歴を持つ里由里選手。この背の高さからポジションはセンターといったところか。肘に光る水野の肘当て、そしてサポーター、そして何よりこの爽やかな笑顔、もうもはやバレー部の模範と言っても過言ではない。さあ彼女に迷彩服を着せるとどうなるのか。なんということだ。部活で鍛えられたピンと伸びた背筋が自衛官を思わせる。もうもはや彼女が撃つのはスパイクではない89式 5.56 ミリ小銃だ。そして先ほどからつけている肘当てとサポーターはもはやエルボーパッドとニーパッドと化している。髪の毛の長さも女性自衛官の模範。広報課の皆さん、バレー部員は即戦力間違いありません。